初めてのメジャータイトル取りました。時間ないですね、はい、本当にたくさんの方に、18ホール、ついて歩いていただいたり、また18番で長い間こうお待ちいただいたり、最高の形で、終われるっていうのは、イメージはしてたんですけど、もうここまで気持ちいいとはちょっと思わなかったんで非常に嬉しいです、はい、このゴルフが、アメリカでできるか世界でできるかだと思うんで、アメリカに行って、時には孤独に感じる戦いですけど、そんな時はやっぱこの素晴らしい景色を思い出してまた頑張りたいと思います。優勝した石川遼選手に日本タバコ産業株式会社小泉光臣代表取締役社長からJT カップが贈られました。昨日の14までは残り80ヤードを1メートルにつけています。これ、はい、エッジまで46ですね。ピンまで65。あ、スコアですか。スコア見えてるかな。今見えてるとは思うんですけど、意識してるかどうかは分かりますね。このショットちょっと高くあまり上げられないんで、もしかするとクリカンを出しづらいかもしれない。これでもうまく低くこれで戻れば、いや素晴らしいですね。あれもね、もう40ヤードぐらい後ろの方が逆に言うと優しいです。そうです。近すぎてスピンかけきれるので、ね、丸山さん、テクニックあると思いますよ。今、そうですね、下り傾斜に落としても、うん、戻してますから。ここではっきりですね、2人とも2位のストロークを今チェックできましたね。見てますね、今ボードを見てます、うん、あの時に第3ラウンドがあって首位だったのは小田だったんですね。あ、1日36ホール、なんかちょっとなんかありますね。そこで18ホール終わった時点で首位が小田ですが、その後も残り18ホール。なるほど。この石川が大逆転を見せました。すごいチップになりましたからね、バンカーからの桜田のバンカーで、そこから脈々と続く戦いの系譜があります。これをバーディー取るともうなんとなくパーセンテージが高くなりますかね。きた、バーディー決めてきました石川遼。さすがですよ、12アンダー。この石川がかつて味わったその勝ち方というものをまたしっかりと体に染みつけてきたんでしょうか。丸山さん、はい、今ティーショットでドライバー持ったじゃないですか、はい、あれはね、やっぱりこの流れの悪いのをね、自分に叱咤する感じでドライバーで持ったと思うんですが、一番狭いところは、ね、素晴らしいショットですね。フェアウェイ左サイドに、ここからキックしてフェアウェイじゃないですか。はい、ファーストが、うん、マリカさん出てきました、はい、で残りフロントエッジ100ヤードのペイント、うん、なところまで来ました。毎日あのラインに打ってますよね。あ、そうですか。と、はい、いうことは牧野さん、ある程度いい内容を、はい、今ですね、こっち高いところ来てみましたね。見ましたか、はい、でフロントエッジが104でピンまで112です。これはまあ許容範囲には打ってくると思います。僕は、はい、彼の実力があればここでリスクというのはそんなに犯さない、そんなに犯さないと思いますね、はい、それがちょうど今正面に見えるテレビと、まあの内側ぐらいですね、左内側ぐらいのところにしっかり打ってこれれば、これもいい感じですね。来たか、スピンで戻ります。まあでもね、いいショットですね、はい、全体的なバランスは要するにプレッシャーを感じてるなっていう感じは受けられないので、はい、来た、バーディーをここも取ってきました。今日5つ目のバーディー石川遼ですね、勝ち方を知らない選手ではないですからね。丸山さん、はい、やっぱり24歳で今まで12勝してるだけありますね。そうですね、このパットが本当にポイントって分かってますよね、はい、これは気持ちよく触れちゃうと思いますよ、はい、見せてきますか、はい、ちょうどフェアウェイのところに茶色の平行線のところにあるでしょ、木ですね、木で向こうが見えてますね、はい、松の木をちょっと見ながらね、はい、プレーします。昨シーズンを終えてギリギリで今シーズンのアメリカツアーのシード権を確保しました。ただ今何か一つこの日本での試合を続けて掴もうとしている石川遼、無心で振り抜きたい、そのテーマを持った17番のティーショット。Thank you.
ショットですね。これキック試合もらえないでしょう。で、はい、これからフェアウェイに戻ってきます。はい、このルートですね、マリアさん。最高です。青木さん、今ショットいかがですか。いやー、あのね、頭の上下運動はないし、体が肩は数センチもあるし。はい、石川選手はですね、本当に190のピンまで216でフォローですから6番もありますね。口下ろし50ヤードありますので、有馬さん、もうあとは技術はあるメンタルなんですね、石川はね。いや、もうそう思います。だからこうやって日本ではね、これだけのパフォーマンスができるわけですから、やっぱりそれはね、海外に行って世界に行ってなかなか同じパフォーマンスできないんですよ。はい、毎週のように7500ヤード近くでやらされますからね。それとこれは素晴らしいショットですね。来ました。こちらもイーグルチャンス。これとね、やはりこれで今リアルにこれで言ってたんですか、ね、日本語ですけど、もう今僕なんかこうちょっと前線から去ってますから、もう目標に頑張っていきたいなというふうに思いますけどね。深倉さん、はい、そのあたり小平が言っていたんですけども、はい、来年のリオオリンピック、その出場圏内にまだまだいないけれども、来年どんどん世界に出てその世界ランキングを上げたいです、うん、それから日本オープンに勝ったからこそこの日本シリーズに勝つ重みを感じていますという話もしています。という丸山さん、リオもやっぱり虎視眈々と各選手を狙っています。そうですね、まあ、本当にちょっと今回のリオオリンピックに関してはまだ競技がね、個人戦でそれだけしか定まってないんですけど、本当にみんなね、そういうところでこうモチベーションを上げられるようなことをこう我々、まあ、そのせっかくねコーチに推薦していただいたので、何か力ができるなれるようなことをですね、それから話し合い進めていきたいなというふうに思います。はい、2007年、あの高校1年生で優勝した時に石川遼が優勝した後に言った言葉、世界一のプロゴルファーになりたいんです、うん、で世界中のゴルフファンから愛されるプレイヤーになりたいと思います。泣きじゃくりながら初々しい声でその言葉を出しました。なるほど。ただ丸山さん、はい、アメリカツアーで揉まれて苦しいところを経験した今の石川はまた変わってきてるでしょうね。そうですね、やはりこう今揉まれてるのはもう自分でね、修行の道だと思って頑張ってます。ここはわずかにイーグルパットは届きません。ここはバーディー、そして14アンダーとしました石川遼です。最終18番は残すのみになりました。昨日は10バーで、今日は6バーでですか。はい、でボギーは3つあるけど、はい、6つくらいで10アンダーですよ。まあですから本当にやっぱりこうね、アメリカでも本当にできないことはないと絶対思いますので、まあ、ただちょっとね、コースが長くなってそのバーディーチャンスというのはなかなかね、思うようにつけられないかもしれないですけど、もうそのやってる気持ちというのは変わらないと思うんですよ。それは自分たちも。さあ、石川遼、この18番のティーショット、今シーズンの日本ツアーの最後のロングアイアンショット。4番アイアンでちょっと右サイドに飛んでますね。戻らなかったか。これだけのギャラリーのため息が積んでいます。いや、まあでもね、もうちょっと何があっても大丈夫かなと思います、はい、はい、ショットを見せたのか表情が少し変わりました。横田光明食い下がりましたが、惜しい局面が続きました。本当にゴルフしてますけどね。先週石川遼に競り勝ったこのプレイヤー、これはちょっとグリーン左端に飛んでますね。ずっとちょっとね、捕まり加減な感じで、はい、これもどっちかというとアプローチを優先みたいな感じが、そうですね、いろんなアプローチが、まあ、ほぼ同じような先週阪神の方に競り負けて燃え尽きた感じは一切なく、むしろすぐに今週のこの大会に気持ちが向いた。やっぱりそれだけ前を見る石川のその原点というのはあったんでしょうね。それだけゴルフがね、前向きになってきたんですよ。だから一つのシャドウ線がなくなったっていうのも一つの表れでしょう。それはショットの前、はい、
まあ、でもあのグリーンからグリーンの話をさせてもらうと、アメリカのグリーンというのは非常にですね、まあ、言葉は悪いかもしれないですけど、ちょっと作りが雑なんですね。要するに日本ってものすごくものづくりなので、絨毯のようにきれいに仕上げるのと言うんですけど、やはりだからラインに乗ったボールがすんなりこうカップに消えていくというのは、アメリカはなかなかですね、その毎回芝も違う、その状態も違うでですね、やっぱり状態がすごく良くないんですよ。だそういうところをいかに克服するかっていうのが今後の勉強かもしれないですね。石川とはい、皆さんテレビで見てると綺麗に見えますけど、いやいや日本のグリーンも本当に綺麗なんですよ。そうですか。特にこの4年は去年張り替えて、あのシリーズ終わってから張り替えて、はい、今までのグリーンと全く違ったグリーンでできてますよ。なれるように練習するしかないんですね。そうですね。お願いだからここでちょっとこう曲がってよとかってない、そういうようなイメージでこうやれるような練習したらいいなと思うんだよね。さあ、石川遼。からのスピショット。上から来てる。スパ。本当まで一回。うん。ありがとうございます。してるからこそこういうところで力を発揮できるっていうのがあるんです。ということは石川のここまでの積み重ね、今シード権ギリギリのところではありますが、着実にできてるから。でフェアウェイキープ率も先週までの国内6勝 42% だったんですけど、今週は 70% ぐらい。だから先週12番で OB した後、それからかなり良くなってますね。さあ、残すのは石川遼。そうですね。共に日本タイトルを取った青木さん、そして丸山さんも見つめています。石川遼、初の日本タイトルへ見事に勝ってフィニッシュ、ガッツポーズ。ついに自分のその種をまさにプロゴルファーとして日本の2文字をつけ込めました。今固く抱き合って、そして小田と健康安全なんか健康を狙っています。さあ、改めてついに日本の2文字のそのゴルフが、アメリカでできるか世界でできるかだと思うんで、アメリカに行って、まあ、あの時には孤独に感じる戦いですけど、その時はやっぱこの素晴らしい景色を思い出してまた頑張りたいと思います。ついに見つけました、稼げる集客方法。これならほとんどの人ができるでしょう。 YouTube で月収20万プラスの幸せ人生。この動画を見ていただいているあなたに特別無料マニュアルをプレゼントさせていただきます。ここをクリックするとすぐ見れますよ。スマホの人は下の説明から見れます。